驚愕、小麦は食べるな、パンが日本人を狂わせる。唐突ですが、小麦は食べるなという日本でも翻訳された話題の本をご存知でしょうか。米国の医師であり研究者のウィリアム・デイビス博士が書いたものです。小麦といえばパン、パスタ、シリアル、私たちの生活にかなり深く入り込んでいるものです。それを食べるなとはどういうことなのでしょうか。偽物の小麦。日本が食料輸入大国であることは周知の通りです。もちろん小麦も全消費量の8割以上を輸入に頼っています。そのうち半分以上は米国産なのですが、実は現在米国で生産されている小麦は偽物だというのです。デイビス博士は、現在の小麦を本物の小麦ということは、チンパンジーを人間だというようなものだとまで断罪しています。人工小麦。現在米国や日本の市場で流通している小麦は、1960年代までに栽培されていた天然の小麦とは似て非なる人工小麦だといいます。自然界ではありえない異種交配を行ったり、遺伝子移入が重ねられた結果得られた品種で、古来からの天然の品種とは全く違うものとされます。デイビス博士は、この新しい品種には中毒性があり、様々な疾患を引き起こすと主張します。その一つの証拠として、小麦に含まれるタンパク質グルテンを取り上げています。このグルテンに対するアレルギー反応、セリアック病の患者数がここ20年の間に劇的に増加しているといい、その割合は米国人100人に1人にまで至っているとされます。加えてこれら人工小麦は、人工の硝酸塩肥料や有害生物からの防除なしには育てられません。さらに日本が輸入している小麦には大量の防腐剤、防カビ剤がかけられています。金儲け。博士は、大量の人工小麦は一部の権力者がビジネス目的で作り出したとまで言っています。安全性を無視し、低コストの小麦を大量生産し、年にうん千億ドルもの小麦加工食品の販売を企む大手食品メーカーの裏側に、金儲けがしたい権力グループの存在があったというのです。博士の研究結果。博士は独自の研究で患者2000人余りに小麦抜きの食生活を実践してもらったところ、肥満、高血圧、糖尿病、心臓疾患などの生活習慣病に悩む人たちが見事なまでに回復する結果になったと述べています。これは、裏を返せば、形質転換された人工の小麦がいかに体に有害であるかを示しているということなのでしょう。日本人も多く食している米国産の小麦、やや極端な意見でもありますが、こういった見解があることは知っておいて損はないでしょう。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録もお願いいたします。